ンポン。今日も探して私の魅力。いや、今週も始まりましたね。わたね、略し方ダメなやつ。あかりちゃんは私のとこが魅力的だと思います。あ、ちなみに外見ね。外見のみで判断してね。中身入れちゃうと魅力的な部分に尽くせないから。ふむ。制服。そうそう。この制服超かわいい。乗ってんな。私の魅力と言ったら、これでしょ。せやな。否定してよ。複雑なおため心やな。では、この計測器で魅力を数値化してみましょう。生物なんですが、それは。では、私の価値はおいくらいくら全部乗せ。その向上必須なの。5億3000万。嘘でしょ？お前なんだよ。じゃあこれの価値は？5億2999万9998円。あ、私のみの価値は？2円。ん？2円。プライスレス。2円だっつってんだろうがボケが。仕方ないですね。切り札を出す時がやってきたようです。この制服のお値段ハウマッチ。さっきの計算でいくとそれ0円だよ。なんでー？じゃあこの召喚獣は？獣？3円。うわー！負けてて受ける。ピンポン。イエーイ！今日はエイプリルフールです。せやな、年に一度の嘘をついてもいい日。というわけで、これをどうぞ。あぎょうさん作業後いかに。金もこちらが、あぎょうさん作業後いかにです。どうでもいいけど、合ってる。嘘を言えば真実に、真実を言えば嘘になる。超絶アイテムです。マジかよ。嘘。嘘かよ。本当は本当だぴょん。なんかイライラすんなこれ。では行きます。私は顔が飛ばせます。本当。何こいつ腹立つ。これでオッケーです。はあ、じゃあ飛ばしますよ。ほら、ほら、あ、やっぱり飛ばせなくなってる。なんか首ごと飛びそうで怖いからやめて。じゃあ次はあかりちゃんどうぞ。ん？じゃあ、うちは超能力が使える。嘘。ほんまなんやこいつ。どうですか？わからん。なんか怒れ。何が起こった？どうやらあかりちゃんの能力はフリー素材のおっさんをダウンロードして黒板に貼る能力のようですね。枕かな？使いどころなさすぎるやろ。じゃあ行きますよ。先生は頭がいい。絶対嘘だ。なんか口調強くない？お、なんか頭良くなった気がする。1たす1は3。僕がでも答えが数値化とされてますよ。成長の仕方が異次元すぎるわ。何お前。てかこれもしかしてうまくやれば願いを叶えることも可能なのでは？まあせやな。よっしゃ。じゃあね、じゃあね。ねゆかり先生は貧乳。それな。落ち着け落ち着け。ピンポン。どうも、ゆずきゆかりです。ワクワクって絵のタッチが世紀末風になってしまいました。今日はこの華麗な容姿を使って二人を驚かせていきます。方法はこうです。部室に入ってきた瞬間に、上から迫るように顔を出します。急に目の前に顔が現れ、びっくり仰天だ。完璧。では、スタンバイ。ちょっと遅れてもうたな。こんちは、世紀末。あかりちゃん、ごめんなさーい。いたた、なんやねん、まったく。またなんか変なことやってるんか。うわあ、誰やお前。我こそは世紀末。警察に通報しないと。やめてー。うわ、こっち来んな。怪しいものじゃないです。は？ゆずきゆかりです。絶対嘘やん。ほら、1たす1はバナナ。1たす1はバナナ。身分証明書みたいに使うのやめろ。でも、そのアホっぽさ。先生か？違う。我こそは世紀末覇者。あ、もしもし警察ですか？やめてー。で、何してんのお前。入室したら世紀末顔が上から迫ってくるドッキリ。何してんのお前。びっくりしたでしょ。不審者にしか見えんからな。ふふふ。ではお次のターゲットに行きましょうかね。生き生きしてんな。こんにちは。世紀。うおーい。ゆかりちゃん大丈夫か？大丈夫。致命傷です。刺さってる刺さってる。ごめんなさい。ごめんなさい。大丈夫大丈夫。これギグルミだし。うわ、脱皮した。なかなかスリリングでしたね。あ、ちなみに今度やったらしばくからな。